はい、皆さんこんにちは。日向ぼっこをしているホタルの後ろ姿です。足を組んで、もうすっかりお姉さんですから足を組んでますね。まあ昔から組んでましたけど、なかなか綺麗なシルエットだと思いませんか。まっすぐに寝転がって足を組んで日向ぼっこしているホタル。僕の影が邪魔なんでちょっとゴソゴソしてますね。ここじゃ撮りにくいなっていう感じで。このね、あのホタルの目線のアングルで撮るのはね、結構あのかがまないと撮れないんですけど、僕が撮影してるところの姿はかなりシュールだと思います。何をやってんだっていうね、周りから見ると。まあ、このやっぱり上から撮るより真正面からホタルは撮った方が可愛いので、僕のこの好きなポーズ、手顔でのこのぺちゃっとこう寝転がったのが僕一番好きなんで、これ大好きなんですよ。でこのサムネも、この顔も最高に可愛いですよね。でこれ何が葛藤なのかと言いますとですね、もうすぐしたら出ますけど、この日が当たる時間帯、ヒーターの前、ホットカーペットの上、この日が当たる絨毯のこの位置がですね、もう大好きなんですね、ホタル。実は今この、こうナレーションを入れてる横でも同じような格好を、全くほぼ同じ格好をしてるんですけど、ホタル。まさにこの格好ですね。このまま家でゴロゴロするのか、散歩に行くのか葛藤しております。で散歩に行くよっていう後で出ますけど、首輪を持ってきて散歩行くよっていう声はかけるんですけど、ホタルね、散歩行きたい時とあんまり行きたくない時っていうのはね、結構わかるんですよ。もう行く時はパパパパって玄関の方を走っていくんですけど、あんまりね、行きたくない時はちょっと行きたくない。まあもちろん玄関の方にも行かないですし、まあ、この後も出ますけど、行きたくない時のホタル、行きたくないというか葛藤ですよね。ここが気持ちいいんで、この口のタプタプが可愛すぎる。聞こえましたかね、今ホタルのいびきがマイクにも入ったかもしれませんが、ホタルお姉さんになったので、本当に最近はカメラを向けてもプイッとあっちを向いてそっぽ向かなくなってくれました。でほら、散歩行くよって、行きますよ、行きますよ。で行きたくない、行きたくないというか、あんまり乗り気じゃないときはね、こっちの窓際の方に来るんです。まーちゃん行き、まーちゃん行き、首をつけてもらう、首は散歩で散歩行こうって、僕これね、首輪持ってきてるんですよ、ここに。ね、あまりテンションが上がってないホタル。散歩行くよ。散歩行き。あれ、ホタちゃん。でまた謎のお尻を上げて。さあ謎のポーズを取りました。このこのポーズももう大好き。このめちゃくちゃ可愛い。それ何そのお尻。止まってますよ、ピタッと。葛藤してます、ホタルちゃん。散歩に行こうかな。このまま痛い気もするしな。眠たいなっていう感じですね。散歩行くよ。まあ、ちょっとか、ね、撮りながらなんで首輪はできませんけど、まあ一応この後は散歩に連れて行きました。行くと行けばね、やっぱりテンション上がって楽しそうにしてましたよ。はい、可愛かった今日のホタルは。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。